ちは、フォレストスノーボードショップの平川です。今回この CV、フラックさんの CV ちょっと試乗させていただいたんですけど、まあ XL より硬いっていうことをちょっと伺ってたんですけど、乗った感じ、このまあベースプレートとこのスタビライザーが結構ベースプレートに柔らかい素材なので、めちゃめちゃ硬く感じるわけじゃないんですけど、このまあしっかり入ってくる。まあ特にこの新しいこのハイバック高さが、まあ、1.5 センチぐらいですかね、高くなってて、でここもちょっと角度がついてる。これでヒート側のドラグがもうかなりしづらい状態になってます。あとちょっと乗った感想で、まあ、高くなってるこのテコの原理がすごい効いてるのでヒールサイドをちょっと入れただけでかなり強いエッジングが感じられたので、めちゃくちゃおすすめの新しいビンディングになっています。 CV です。よろしくお願いします。